李牧は、中国戦国時代の長の武将。名は、ジワ・牧白鬼、王戦連覇と並ぶ戦国四大名将の一人。四季、連敗創除列伝において、芝戦は、李牧を、主戦の名将と位置づけている。李牧は大軍、元門軍に駐屯した、機関、軍を率いて、強度を大敗させた。また、声化の戦い。 万我の戦いで旗を大敗させ、竹安君に受け封された。だが、最終的には、残限を信じた、遊牧王によって殺害された。李巻の死後、蝶の首都寒丹は新軍によって陥落し、遊牧王は捕虜となり、蝶は滅んだ。もともとは、蝶の北方、大軍、岩門軍に駐屯する、国境軍の長官で、国境防衛のために、 独自の地方軍勢を許され、強度に対して備える任についていた。警戒を密にして、放課題を多く設け、艦長を多く放つなどし、始卒を工遇していた。強度の必要な攻撃に対しては、徹底的な防衛、牢状の戦法を取ることで、大きな損害を受けずに安定的に国境を守備していた。兵たちには、強度が略奪に入ったら、 すぐに牢上して安全を確保すること。あえて打って出たものは残守に処すと言明していたからである。だが、そのやり方は強度だけでなく、徴兵にさえも臆病者であると思われてしまうこととなる。長王は、李牧のやり方を不満に思い攻めたが、李牧はこれを改めなかったので、任を解かれた。リマの後任者は、勇敢にも、強度の信仰に対して打って出たが、 かえって被害が増大し、国境は侵された。そのため、長王は過ちに気づき、李牧に任をこうたが、李牧は門を閉じて、外に出ず、病と称して孤児した。それでも将軍に起用されたので、李牧は、王がどうしても私を将軍にしたければ、前の方針を変えないようにさせてくださいと言い、これを許された。そして、李牧は、元通り、 国境防衛の任に復帰することになった。ある日、郷土の小隊が偵察に来たとき、リマキは、数千人を置き去りにして、偽装の敗退を行い、わざと家畜を略奪させた。これに味を占めた、郷土の前後が、大軍の指揮をとってやってきたが、リマキは伏兵を置き、左右の遊撃部隊で巧みに攻撃して、郷土軍を撃った。結果、 郷土は十四万の騎兵を失うという大敗北に終わった。その後、李牧はさらに乱を滅ぼし、東湖を破り、林湖を下したため、前愚は敗走し、郷土は、その後十四年は、蝶の北方を越境して来なくなった。紀元前二四十三年、痛み、女王の命で燕を撃ち、武水や北条などに侵攻した。圧よの戦いで旗を破った。 名称庁舎を亡くし、政治外交で、旗に対抗し得たい僧侶が病で伏せていた長は、紀元前260年に徴兵の戦いで、旗に大敗し、その後、僧侶もよう去り水望の一図をたどっていた。また、紀元前245年に、連覇が、落城と争い出奔したことから、旗の進行が激しくなり、紀元前236年に、行が真に奪われ、 紀元前234年には、長尚古朝が指揮を取る軍勢が、平洋で敗れて、10万人が犠牲になった。そのため、勇木王は、李牧に軍を任せて、反撃に転じることにした。紀元前233年、北辺の功を認められた、李牧は、勇木王の命により、中央に召喚され、大将軍に任じられた。同年、旗が、 蝶の赤霊及びおろしやすを攻めたが、リマキはこれを破り退けた。その際、ようやすを攻めた、旗進む間を声かの戦いで撃っている。この功績により、リマキは、竹や君に封じられた。紀元前232年、旗は蝶の番割れを攻めたが、リマキは新軍を、再び撃破した。さらに、リマキは旗から、反 義の国境まで領土を奪還し、その勢力を南に押し返した。当時、旗の攻撃を一時的にでも退けた武将は、リマキとスワエのコウ、ツバメのみである。紀元前229年、旗王政は、天下統一のため、王戦を将とした大軍を朝に進行させた。そのため、朝は、リマキと芝直に王戦させた。苦戦した旗は、 李牧を排除するため、幽牧王の関心の各界に賄賂を送り、長王と、李牧との罹患を格索した。各界は長王に、李牧と、柴直が謀反を企てていると残言した。また、幽牧王の母の痛み症候も、真から賄賂を受け取り、長王に残言をした。長の軍事を掌握し巧妙の高い李牧を、内心を恐れていた、幽牧王はこれを疑い、 残言を聞き入れ、リマキを更迭しようとした。だが、リマキは欧米を拒んだため、遊牧王によって密かに捕らえられて中殺され、柴なおも解任、更迭された。リマキの死後、長軍は、長期と、蔡進軍集が,が指揮を取ることになったが、3ヶ月後に、彼らは王戦に大敗し、大勢の長兵が殺害された。簡単は新軍によって、陥落。 遊牧王も捕らえられ蝶はついに滅亡した李牧の祖父は李愚盛父は李兄は李雲弟は李生また子に李骨李広弘李新孫に李良李佐社李中社がいるありがとうございます